お疲れ様です。まあマトリックスね。うん。まあ信じるか信じないかそれぞれですけども、なんかこの億万長者のやり取りも結構長いですよね。で、これに習って他の方もこう動画のリレーどんどん参入してくるんですけども、まあ離脱してばっかりですよ。結局続いてるのって、まあ、吉田さんを除いたらナミさんぐらいじゃないかなと思うんですよね。うん。で、ここでね、なんかこう離脱の理由っていうのは様々あるんですけども、基本的にこの、まあ、私とそのやり取りがつまんないんでしょうね、うん、まあ、 つまんなくても当然だと思うんですよ。やっぱりこう万人が認めるような生き方をしてるわけではないですから、万人が認めるような生き方をしている人から見ると、まあ、逸脱してるのかなと、まあ、話が噛み合わなかったりとかね、それやって何の意味があるのみたいな、何のもう仕方がないことかなと思いますよね、まあ、だからといってそういう人たちになんか意識を合わせることもできないですね。これあれじゃないですかね。飛行機って結局地面を走るにはできてないんで、そういうとこなのかなと思いますよね。で、車っていうのは空を飛ぶようにもできてませんからね。やっぱりこう部品も違えば燃料も違うかなと、見てる世界も違うし感じることも違うのかなってとこでしょう。まあですんで車に乗ってる人は渋滞に巻き込まれてイライラするし、飛行機に乗ってると、まあ、墜落の危険はありますけどもね、快適に空の旅を3次元で楽しむことができるかなっていうので、まあお互いに、まあ、面白くない関係ができるんですよね、きっとね。まあ必ずしも我々がね、この飛行機みたいに空を飛んでるよっていうことはないですけども、もしかしたら地を這う潜らなのかもしれないし、あとはね、海の底を泳ぐ魚なのかもしれません。まあ、なんかねこう自分でも思うんですよ。なんかつまんない人生だなっていうのはね、まあ、つまんない人生で、まあ上等なんですけどね、つまんない人生だけどもこれでよかったといつも思う日々という、だからどっかの誰かはね、私のことを指さしてつまらないって言うかもしれませんけども、大きなお世話ですよねお前の人生面白いのかって話ですよねまあなんかこんなやり取りもしながら、なんですか、どこまで行ったのか分かんないですけど、もうそろそろ終わりますね。これもね、終わってまた別シリーズですか。面白いじゃないですかね。なんか3秒とか5秒の動画を送ったようなこともあったと思いますし、私にとってみたら47都道府県旅をするオフ会の途中でもこのやり取りは切らしたことないし、なんかねこう一心不乱にっていうわけでもないけども、何かを続けるってやっぱね、多くの人にとっては前人未到の世界なんでしょうね。結局そこそこ続けて勝手にやめるみたいな、そんなことの繰り返しできてるのかなと。もちろん続ければいいってもんでもないんですけども、なんでしょうね、信じるか信じないかあなた次第。